私のおじさんは、連城三ノリ彦による日本の短編小説。書質は、小説新潮1984年2月号。同年5月に新潮社から刊行された短編集、恋文に収録され、恋文は第91回、直木賞を受賞した。1995年にテレビドラマ化され、2012年に映画化された。 1995年10月6日に富士テレビ系で単発テレビドラマ化された。2012年3月3日に九州で先行公開され、2012年4月7日に全国公開された。主に東京と福岡で撮影が行われた。また、福岡のローカル番組のオーディションにて、弓子役に福岡在住の松本望が選ばれている。おじと名による、 近畿の恋がテーマであるが、撮影を進めるうちに、名のゆきこ役の寺島さ紀は役に、感情移入し、おじの工事役である、高橋克典に恋心を抱く気持ちが理解、できるようになったという。福岡でカメラアシスタントとして働く工事には、東京に仲の良いゆきコという名がいた。ある日泊まりに来るとゆきこからの知らせ。その時をきっかけに工事とゆきこの気持ちが深まっていく。 そして時は流れ、ユキ子の娘、ユミ子にコウジとユキ子の関係を問い詰められる。さらには、コウジとの子供を妊娠したと言われてしまう。AB コイヌマカズユキ。青春派女優、寺島咲き。禁じられた恋に落ちる役に、我を忘れ、メラメラ来た。シネマトゥゲー。2015年8月15日閲覧。糸島市でのロケ。 私のおじさん福岡先行上映糸島市観光協会ホームページ映画私のおじさん糸島ロケが行われました糸島市ホームページ高橋勝則近畿の愛で自分をボロボロにする恋熱中症に病院でモーニングコール芸能ニュースラウンジ2015年8月15日閲覧恋沼和幸寺島崎リアルに行けない恋心 高橋克典も、月動かされたと刺激を受けたことを告白。シネマトゥゲー。2015年8月15日閲覧。ポニーキャニオン DVD 情報。私のおじさん。ありがとうございます。